い、見てください、これまん丸のね砂苔、岩に活着してますよ、これ面白いですよね、まん丸になってますよね。はい、隣にもねちょっと楕円形のね、これ同じ砂苔ですね、これ蝦夷砂苔かな、ちょっと毛足というかね軸の部分がね少し赤いのがね特徴ですよね。はい、2つ並んでいますよ。はい、これは綺麗な砂苔です ね毛を今ね、まあ、夕日ってわけじゃないけど2時半ぐらいですかね、綺麗にね浴びてとっても輝いてますね。砂苔ですよこれね、苔界のスターって言われますよね。はい、この辺はまたちょっと違う種類のね砂苔ですよね。柵が出てますね、柵がね、これは花でいうね、まあ花でいうっていうかね、植物で花の部分ですよね、柵、ここからね胞子を飛ばして増えていきますよね。はい、この辺はシノブゴケですね、ちょっとね乾燥気味ですね。これは苔玉によくね使われるシノブゴケですね。はい、はい、ハイゴケですね、ハイゴケ、これもねよく盆栽とかね苔玉にね、使われる苔ですね、ハイゴケ。隣にはね、砂苔がありますね。はい、ハイゴケはこういうね石垣にねこうやってね、石垣のまあ上の部分ですよね、こういうところにねよく生えてますよね。はい、これは岩の上ですけどね、はい、いろんな苔がね混在してますね。はい、苔もありますね、砂苔。はい、ちょっと乾燥気味なのでね砂苔はちょっとね歯を閉じちゃってますね。はい、面白いの見つけました。これは木に活着しているハイゴケですね。ハイゴケはね本当に木にね活着するっていうのは珍しいかなと思いますね、これね。まあでも条件があったんでしょうね。はい、木に活着しているハイゴケです。はい、この木の正体は分かりました、エノキでした。エノキって確かタマムシとかがね葉っぱ転んでよく食べるんですよね、エノキね。はい、これがエノキですね。はい、この石垣にはねハイゴケとタマゴケが共生しています。仲良くね、ハイゴケとタマゴケはね大体環境がね耐える環境が一緒なんでね、こうやって共生してることが多いですよね。はい、これは細ウリゴケかな、うん、多分そうですね、細ウリゴケ。こんなところにね一つだけポコンとね生えてますね、株になってますね。